さあコンペティション部門から最低の皆さんにお越しいただいています。ゼゼ高久監督、原作の桜真奈さん、そして森口彩乃さん、佐々木心音さん、山田愛奈さんです。最低の皆さんという紹介をせざるを得ないんですが、監督、今回この原作の桜真奈さん、お隣いらっしゃいますが、この映画にする上で難しさあるいは楽しさ、どういう部分でしたか？そうですね、まあ難しいといえばアダルトビデオの女優さんに関わる話なんですけど、そういう人たちがどういう気持ちでいらっしゃるかっていうのはすごくまあ分からないところもあったんですけども、ただあの原作自体が何て言うんですか、日常というかそういう普段の生活を描いてある部分が非常に多かったので、そこはまあ普通の人と変わらず描こうという気で描いたところです。今回あのご自身の、まあ、小説というか原作が映画になりました。ご覧になっていかがでしたか？いや本当になかなか映像化しにくい原作だったと思うんですけれども、そちらをすごいゼゼ高久監督に素敵に色づけていただいたので、本当に見た時は感激してしまって、もう胸がいっぱいで、はい、本当ありがとうございます。ご自身の物語が共通するシーンとかいろいろ重なる部分あったと思いますが、演技された皆さんいかがだったでしょうか？いや本当にすごく皆さんの演技一つ一つとても素敵で、性描写のシーンにおいても本当にこうすごく綺麗なあのシーンをあの本当に演じていただいてたので、すごく何ですかね、わぴったりだなっていうような、ちょっとあまりにも私がのおこがましいんですけど、そう感じました、はい、皆さんにも伺いたいと思います、はい、失礼します。あの今回はですね、いろんなその静かに始まる役柄からこう殻をどういうふうに破っていくのかいけないのかっていうシーンがすごく印象的で美しいなと思ってました。演じていていかがでしたか？そうですね、私自身もあの役の美穂が主婦の役なんですけど、本当にこう初めての世界に足を踏み込むっていうので、こうシーンを追うごとに同じような気持ちで演じさせていただいたので、多分こう初めて見ていただく皆さんもその主婦の美穂と同じような目線で見やすいのかなと思うので、ぜひそこで共感していただきながら何かこう勇気を与えられたら嬉しいなと思います。美しいシーンでした、ありがとうございます。今回はあのかなり皆さんあの体を張って、で心も体も張ってました。いかがでしたか、臨んでみて？そうですね、あの一度ちょっと倒れかけたんですけれども、撮影中本当にあのでも本当に生きてるので全然大丈夫なんですけど、すごくなの私にとって、この作品のおかげでなんかもう一個殻を破れたようなそんな気がしてます。はい、ありがとうございます。今回はあのいろいろと大人たちに振り回される役を演じてらっしゃいました。どこが難しく、どこが楽しかったですか？そうですね、難しかった点で言えばやっぱり思春期ならではのもどかしさをなんか演じることについて、言いたいんだけど言えないっていう表現の仕方がちょっと自分的には難しかったなって思ったんですけど、でもどんどんやっていくうちに自分の中でその彩子がどういうふうに思ってるのかっていうのを理解したので、すごいあの最終的にはいいものができたなって思いましたね。楽しかったことといえばやっぱり映画の現場が初めてだったので、もう毎日撮影しているのがとても楽しかったですね。今回はコンペティション部門から最低の皆さんを迎えしました。ぜひ大きなスクリーンで男女問わずご覧いただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。